500は2012年5月27日に開催されたインディ500第96回のレースである。2012年のインディカーシリーズの第5戦として行われた。全車ダラーラシャシー DW12 ファイアストンタイヤを使用。ポールシッターのライアン・ブリスコーが先頭でスタートするが、コントロールライン手前でジェームズ・ヒンチクリフがブリスコーをオーバーテイクする。 レースは、クラッシュなく、クリーンにスタートしたが、シボレーやホンダに比べて、パワーに劣るロータスエンジンを使う二台、ジャンアレジとシモーナでシルベストロは、10周が経過した、段階で戦闘より著しく遅い車を排除するための10、105%ルールにより、国旗が掲示され、レースから除外となった。なお、アレジについては、国旗掲示後、 シルベストローより一周多くコース上に止まったことにより、二周現在のペナルティを重ねて受けている。ライアンハンターレイがマルコ・アンドレッティをオーバーテイクする直前、ルーキーのブライアン・クローソンがターン1でスピン、1回目のフルコースコーションになる。ピット内では、ジョセフ・ニューガーデンがエンジンストール、ダリオ・フランキッティが E.J. ビソと接触しスピンするなどの混乱があった。 シングルファイルリスタート後の32周目、マルコ・アンドレッティが、ヒンチクリフト・ブリスコーを抜いて、トップに立ち、その後15周をリードする。37周目には、佐藤拓馬が、ファステストラップを記録する。46周目に、各社アンダーグリーンで、ピットに入り始める。エリオ・カストロ・ネベスが、タイヤ装着に手こずり、 タイムロス、ニューガーデンのマシンにこの日2度目のエンジンストールが発生する。1周遅く、ピットに入ったターゲットチップ、ガナッシュのフランキッティとスコット・ディクソンがファステストラップを記録する。レースの1、4、50周が終了した時点でトップはアンドレッティ。この時点で6人がラップリーダーとなり12回のリードチェンジがあった。 75周目に再び、アンダーグリーンでのピットストップが始まる。79周目、ピットクルーと接触し、フロントオイグに損傷を負った、マイクコンウェイが、ドライブスルーペナルティを受ける。81周目、そのコンウェイがスピンしたところにウィルパワーが衝突する。クラッシュが発生し2回目のコーションになる。88周目のリスタート直後に、 ターン1でアナベアトリスがスピンし3度目のコーションが発生、ヒンチクリフラがピットに入り、フランキッティとディクソンがトップに立つ。レースの半分が終了した時点のトップ10は、ディクソン、フランキッティ、ハンター・レイ、グラハム・レイ・ホール、ジャスティン・ウィルソン、佐藤、チャーリー・キンボール、JR ・ヒルデブランド、タウンゼント・ベルの順。110周目に、 ブリスコ社のトランスミッションに問題が発生。緊急用セッティングが作動し17番手に交代する。113週目にハンター・レイが給油とタイヤ交換でピットイン。これによって上位6台がすべてホンダエンジン搭載車になる。115週目にヒルデブランドとレイホール。119週目にフランキッティ。その次の週で37週をリードしたディクソンがピットに入る。 ここで、佐藤がこの日18番目のリーダーとなり、アンドレッティが2位につける。佐藤が124周目に、ヒンチクリフが125周目にピットインし、ルーベンス・バリチェロが一時リーダーになるが、126周目には、佐藤がリーダーに戻り、フランキッティが後ろにつく。128周目、ハンター・レイが、マシンのサスペンションにトラブルが発生しリタイアする。 134周目のトップ5は、佐藤、フランキッティ、アンドレッティ、ディクソン、レイホールの順。145周目に、アンドレッティが、マシンの振動を訴え、ピットイン、直前にレイホールもピットに入る。146周目に、セバスチャン・サベイドラのマシンが、ピットレーン出口で停止したため4度目のコーションが、発生。四十七周目に、上位陣が、 ピットに入る150周目、リーダーは佐藤、後ろに、フランキッティ、ディクソン、ヒンチクリフ、ウィルソン、キンボール、ブリスコー、トニーカナーン、カストロネベスと続く。リスタートの153周目、バックストレートで、フランキッティが佐藤を抜いて、トップに、さらに154周目ターン1でディクソンが2位に上がる。160周目に、 ディクソンがフランキッティを捉え、佐藤も2台に迫る。この週で、ディクソンがトップに立つが161周目ターン1で、フランキッティが再びリーダーになる。163週目にニューガーデンのマシンがエンジントラブルで停止し、5度目のコーションが発生する。リスタート前のトップ3には、ディクソン、フランキッティと佐藤がつく。171週目のリスタートで、ウィルソンが、 佐藤の前に出る、同州で、フランキッティがディクソンを、オーバーテイクする。173周目に入った直後、ウィルソンが佐藤とエド・カーペンターに抜かれ、この時、コース外側を走ることになったカナーンと、キンボールがスピードを落とす。176周目までに28回のリードチェンジがあり、1960年の記録まで、残り1回に迫る。七十八周目に、 フランキッティがディクソンをオーバーテイクしたことで、その記録が更新される。180周目に、カーペンターのマシーンがスピンし、ストップ、ウォールに接触はしなかったものの、マーシャルにマシーンを方向転換を要求する身振りを見せる。6度目のコーションが発生するが、 リード集団のドライバーたちは給油は必要ないと判断する。187周目にアンドレッティがウォールに接触しリタイアする。コーション中にリーダーだったカナーンだったがリスタート直後にフランキッティ、ディクソン、佐藤の後ろ四位に交代する。199周目まではフランキッティとディクソンが立ち代わりトップを走るがフランキッティがディクソンを抜いたところで佐藤が フランキッティのスリープストリームを利用して二人の間に飛び込み2位に浮上する。ファイナルラップのターン1で佐藤がフランキッティのインに入り、オーバーテイクを仕掛けるも白線を踏んでスピンする。フランキッティが逃げ切り優勝、ディクソンが2位、カナーンが3位で続いた。表彰台に立ったフランキッティはダン・ウェルドンにその勝利を捧げる振る舞いを見せた。彼はファイナルラップについて、 佐藤が内側を走れるようスペースを開けたと主張した。対する佐藤は、フランキッティが開けたスペースが狭く、芝生に乗り上げそうになったと述べた。最終的にレースオフィシャルは、この件を、レースアクシデントと判断した。ありがとうございます。